さい。おはようございます、チャンプルーです。日付からいきますね、今日は8月の16日日曜日ですね。日本は、カリフォルニアが15日の、土曜日ですね。時間がですね、今日本は夜中の0時4分、ここが朝の8時4分なんですが、温度がですねもうすでに、朝の8時の段階で24度、結構温度が高くなってきました。多分ねインランドの方は結構行くんじゃないですかね、35度から40度ぐらいまで上がるんじゃないかなとかって思います。ここはあの海の近くなんですが、まあ、太陽もねギラ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 してますね。なんか雲もいい感じですね。で、あそこの看板に Life is beach とかっていう書かれてますけど、まあビーチはいいですね。まあすぐそこにね、まあ住宅街っていうか街のど真ん中みたいなところにこういう変電所があるんですね。電気のなんかね、デンジャーとかキープアウトとかって書かれてますね。で、まあお家が広がってるって感じですね。こんな感じのところです。まあ皆さんよろしければ状態そうなんですが、アキさんようなね、またセットアップができてないね、すいませんいつも結構ね眩しいっすね。皆さんよろしければラジオ体操します。変電所からウーとかっていう弾みをつけながら3回曲げます。音が聞こえてきますね。ゆっくりと上体を反らせましょう。椅子の方は柔らかく曲げて軽く上を見上げる程度、体をねじりましょう。なんか汗ばんできましたね。くさいよな。なんか湿気があります。湿気が。深呼吸です。深く息を吸って。ラジオ体操の途中でちょっと湿気っていうやつです。